ファントムの100とオースリー100、微妙にこの色味の違う2本打っていきたいと思います。ちなみにこれストリングは今回何になってますか？ファントムプロ17 17 1.25 なので3年前に打たせてもらった時と一緒です。ちなみにモールドは一緒なんですもんね。はい、そうです。前作と、はい、はい、でザイロンが入ったというところで、前作正直僕ちょっとしんどかったので、ザイロンでパワーアップとか、まあ、安定性とかそういったところ違いがあれば面白いんじゃないかなと。じゃあすいません、ヒッティングよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではでは、ファントムの100、そしてストリングはファントムプロいきます。お願いします。お願いします。はい、柔らか。ほうほう。打感はファントムプロとは思えないぐらい柔らかいというか、少しだるさが減ったのかな。はい、まあ、柔らかい。はい、しっかりとした打ち応えはあるけど、割と振ればちゃんと飛ぶ。楽ではない、楽ではないよな。あー、ごめんなさい、こういうとこ。はい、いやでも球出しとかしててもすごいマイルド。はい、ナイスショ。スピードは出やすいのでは。はい、あー、ごめんなさい、下手っぴ。スライス、スライス、おお、よい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 。内緒。はい。あー、飛んじゃう。それは飛んじゃう。入ってます。あ。いやでも打ったら行く感じはしますね。ああ。まあしなやかなんだけどねじれないって感じは確かにするかも。スピンかけてもそんなに不安感がない。あー、ごめんなさい、引っ掛けました。今のはラケット関係ない。はいはい、あー、いい弾み具合じゃないですか。ザイロンで硬いっていうことは全然全くないですね。はい、あいしょ。やっちゃった、やっちゃった。はい。あー、ごめんなさい。あ、両手飛ぶ、両手飛ぶ。あれ、柔らかいけどそんなにだるすぎない、辛すぎない。僕が普段使ってるラケットとそんなに変わんないぐらいの。前のやつがファントムタッチかなんか貼ってあるかもしれないですけど、ちょっと比較してみます、はい、一瞬、はい、ちょっとストリングが前のやつ垂れてるかもしれない。はい、大丈夫です。じゃあちょっとまあまあサンプルとして旧型を一瞬打ち比べように。まあ、これもね、もうだいぶ見慣れた感あるファントムですけど、まあ、ストリングがこっちの方が柔らかいのかな。まあでも一応サンプルとして打ってみます。お願いします。お願いします。ああ、あれ、こっちの方が硬く感じる。ああ、なんだろうな、乗らない。いや、俺はこれだったら新型の方がいいかなのパターンだ、これは珍しく。あれ、ちょっと飛ばないっていうか。ナイスショットです。なんだろう、
柔らかいんだけど、柔らかいっていうか、こっちの方が打感は軽いかな、ストリングの影響もあって。はい、あーあれあれあれ、やばいやばい、はあ、そうで、硬い、なんかこういう当たりが硬い。あーすいません、難しい難しい。あれ新型の方が楽なのではということで、新型新型戻します、新型に戻します。こっちの方が、新型の方が柔らかいっす。あはは、やらけやらけ、本当か本当か。あー、まあでもでもしっかりしてはいるけど、あーごめんなさい。あーでもこうしっかり打つとこっちの方が柔らかく感じるな。はい、はい、ファントムプロでこれはすごいんじゃないですか。むしろ相性よく感じる。ああ、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 あれ、ごめんなさい。ラスト、お、両手めっちゃいいじゃない。はい、すいません、ナイスボール。ありがとうございます。いやいや、なんか新型の方が柔らかい気がします。衝撃吸収とか振動の減衰性がすごい上がってると私は思いますけど、なんかすごい、こう前にファントム打たせてもらった時のちょっと柔らかいんだけどでもなんか感じる硬さみたいなのもなくなって、はい、なんか普通に快適って感じでした。まあ言うてめっちゃ飛ぶかっつうとそういうわけではないとは思うんですけど、ちゃんとちゃんと、なんだろう、打てば打った分いく感じになった気が。基本ファントムシリーズなんで、あの勝手に飛ぶラケットではなくて、ね、どちらかというとスイングした分だけ飛ぶ、はい、でここが8ケツになってて、はい、まあ、プリンスの中では丸顔っぽい感じ で、ね、はい、まあ、こう上から下に入れるスライスとか下から上に擦り上げるスピンなんかで外しても少しこう安定してスピンがかかったり回転かけられるようになってて、ただこういうラケットってデメリットとしては中心線から外れた時にこういうバタつき起きやすいんですけど、その辺がザイロン入って少し変わったかなと思います。確かにそうですね、なんかスピンこっちの方がかけやすく感じます、はい、まあストリングのセッティングの差もあるんでしょうけど、はい、でもなんか僕でもワンチャン使えそうな雰囲気になった気はします。これストリングスファントムタッチとかちょっと細めの柔らかいやつ、はい、ポリとかにするともう少し感じ変わるかなと思います。さらに乗っける感が出て、はい、おもろいかもしれないですね、はい、いや全然なんかそのザイロン入ってカンカンするとかそういうのあったりするのかなと思ったら全然逆でしたね。ちゃんと減衰性が高まる感じでした、はい、じゃあありがとうございます。 O3 をちょっと行かせていただきたいと思います。はい、はいはい、じゃあザイロンの入ったファントムO3 の100いきます。 O3 お願いします。お願いします。音する。
おしおしおし、やばい、回転になっちゃう。あれ、前作は僕 O3 の方が楽だと思ったんですけど、今回 O3 の方がちょっときついかも。ああ、こういう感じ。ナイスショ。はい。振っても収まっちゃうのかな。ナイスショ。ナイスショ。おりゃあ。あ、でも楽は楽なのかな。なんか、ああ。全然入ってます。すいません。フラット目。あ、なんかちょっと抜けちゃう。抜けちゃう。回転で収める感じなのかな。やっぱり。あ、全然収まる。あ、飛んでない。浅くなっちゃう。ナイスショ。あれ、ごめんなさい、ごめんなさい。難しい。一瞬Q を使いましょう。一瞬 Q を。あ、なんかいい感じな気がするよ。あー、これはなんか自然。おかれさーい。よいしょ。はあ。O3 柔らか。旧型の方が、やっぱちょっと硬くは感じるから。よし。こうだね。よいしょ。フラットで、僕の筋力ならフラットで打ってく。よいしょ。はい。あー、ごめんなさい、フレームショット。触れちゃう。ナイスショ。いやあ。いや、あれ、面白い。これは僕 O3 の方が辛いです。行かない球がというか、すごい柔らかく感じました。100の方がスコーンってもう少し行きます、ね。でも9使うと僕なんか O3 の方が良くて。あ、9は ?9 は、はい。なんか、フレームは、こう、なんか硬いなって感じなんですけど、O3 で持つみたいなのが9は分かりやすくて。じゃあ、飛びが9の方が。で、ある。でも、多分感覚的な差っぽいんですよね。別にそんな何か違うっていうわけでもないんですけど。はい、こっちの方が、フレームと、ストリング両方でなんかこう、乗るみたいな、はい、感じが強くて。イメージ的には最近のプリンスっぽいのはこっちかなっていう、うん、逆に新しい100の方が僕好みになってる感じが。新しい100です、はい、柔らかいんですけど割とこうスコっていく、うん、旧の100だとあんまりその出方がそんなに強くない感じがして、はい、なんか不思議です。こう
でも僕がもしファントム今現役ユーザーだったらこれ悩むなと思います。いい意味でもネガティブな意味でも、うんうん、どっちもいいなとか、 O3 だった人が100になる可能性もあるし、はい、100だった人が O3 にもなりそうだしあ、どうもっす。どうですか、関口さん的には今どっちが熱いとかありますか。ファントム100と、ファントム100と O3、 やっぱり絶対的に、前作も販売量とか、はい、やはり使われてる方の量はファントム100の方が多くて、結構万人はい受けしやすい出来になっているかなって私は個人的に思うので、やっぱりプリンスを使ってくださるユーザーが増えてほしいという観点では、はい、個人的になんですけどファントム100が今回私はいいな、な特にいいなと思ってます、はい、まあ、O3 は O3 でもちろんそこにプラスアルファの、そうですね、 O3 はファントム O3100 が好きな人 の、 そのポイントをさらに増幅させたというか、はい、要は捕まえる感触っていうのが好んで使われている方多いんで、そこのいいところがより強く出てるかなと思います。確かに掴む感覚はすごい強く感じました、はい、な前作とはやっぱり違うなと、はい、と思います、はい、まあ、男女どっちもレベルの高い人であれば、そのスイングしっかりできる人であれば、あまりこうスピンフラットこだわらずに使えそうな感じもしましたね。触れるなら、ね、触れないとちょっときつそうですけど、そうですね、まあ、ただ特徴としてはやはり顔が丸いっていうレギュレーションファントムシリーズあるんで、やっぱりこう回転系とか多彩なショットを使ってゲームを組み立てたい人はおすすめ、はい、いろんなショットを使って崩していくと、はい、バンバンこう厚い当たりで、まあ、あんまり軌道高く上げないで、球の勢いで勝負したい人なんかは次のグラファイトなんかちょっと打ってもらえるといいかなと思います、はい、了解です。はい、お邪魔し、お邪魔し、あと前作も打ってもらうといいかもしれない。僕ボレーとか結構やっぱり苦手で、 O3 とかこう使った後にこっち使ったらなんかこっちのが、でも当て方ですかね、まあもうあるとは思いますが、乗ってほしいか弾いてほしいかの差もありますが、でも結構期待値高い感じで、じゃあすごい苦手な人間なんかより分かったっていうか、違いがよく出ると、と了解です。では分かんない、前作のボレーあんまり覚えてないからかもしれないけど、もともとファントムが意外と使いやすいじゃあ関口さんがボレー違いが出るんじゃないかということなので、まずは900からいきます。お願いします。9の100です。勝てなんだ、すごい硬く感じる。あーごめんなさい、単純にボレーが減った。あーごめんなさい。あーきつい、ごめんなさい。ちょっと板っぽい感じが強い、すごい。あかた。さあ新型期待したい、新型いきます。あーでででで、あれやべ、下手になってる。あーあーああ、ここここ、あーあああああ、あ、なるほど。全然感覚が違う。すいません、ないか。すいません、
柔らかい。ちょっとなんか打ち方が違う感じが変わります。はい、ラスト、はい、あー、よいしょ、おー、ナイスショット。うん、あんま変わんないですか。いや、なんか感覚が違うっていうのはすごいありますね。こっちの方がもう板っぽくて、はい、で新型の方が乗るんで、最初そこの感覚の違いで同じように打とうとすると、あれ、なんかずれる、ずれ、そのコンタクトの伝わり方がちょっと最初ずれてましたもん、ね、全然、あれ、全然良くも悪くもっていう部分はあるとは思うんですけど、乗るのが好きだったら断然新型の方がそれはやっぱコントロールしやすいだろうな。でもやっぱ違うってことは違いは出てるっていうこと。違いは出てると思います。じゃあ旧の O3、 旧型 O3、 よっしゃ、うん、うん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、なんか飛ぶ、ごめんなさい、コントロールはできないけど、なんか飛んではいる、はい、はい、はい、なんかフレームは強くて、あー、ごめんなさい、ストリング面だけ動くっていうのがやっぱりなんか感じる旧型の O3。 はい、まあボレーなんでね、そんな入力が強くないっていうのもあると思いますけど、よいしょ、よいしょ、しゃ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 、新型 O3 一番多分これが乗ると思うんで、ナイス、おお、お、すいません、すいません、ナイスショ、おりゃ、おりゃ、おりゃ、すみません。ラストお願いします。お。あれ、これ打ちやすい。まあ好みの差もあると思いますけど、新型が打ちやすかったっす、ね。これは打ちやすかったですね。あ、いい感じに乗るというか、これ旧型の O3 だと多分。コンタクトのスピードが速くないとストリング以外はあんまりなんかこうたわまない感覚みたいなのが強くて、まあ100に近い感じでパーンとはいくんですけど、こっちの方が低域でもこうちょっとこういなしたり乗せたりがなんか直感的にできる感覚はしました。じゃあ総じてちょっと柔らかい方に振ってるというか、なんか感覚的には柔らかく感じますね。まあ、その物性値的に柔らかいかどうかは分かんないですけど、はい、その感覚として乗るっていうのは、まあ、セッティングの差もあるとは思いますけど、すごく、うん、なんかボレーにもなんか違いは出るなっていう、ボレーでも違いが出るなっていう気はしましたね。ありがとうございます。オースリーは思いっきりなんだろう、特徴が 出てるかもしれない。結構やっぱりオースリーならではの打ち味が、なんか旧型の方がちょっと飛ぶ？いや、飛びはしないですね。なんかこう柔らかいっちゃ柔らかいんですけど、でもなんかどっかで硬さを感じるんですよ、はい、僕は。それが新型はないんで、なんか素直に柔らかいって感じ、はい、結構その辺が今回本当にうまくできてるの。確かに
確かにそのファントムってこうだよねっていうイメージをするんだったら今作の方が僕はつかみやすい気がしました。ファントムの使ってる選手はもう新しい方を使って、はい、もうそこ前のやつに戻りたいって人はいなくて、はいはい、ただ上杉海斗とかグラファイトが若干前の方がなんか硬い、しっかりしっかりしてて、なんか今回のやつはこう持ちすぎちゃうみたいなところで、フィーリング的なところ 今はちょっと迷ってる。やべ、あ、オースリー、オースリー。確かにグラファイトは悩むよな、持っちゃうもんな。ちなみに関口さん的には、はい、新しいザイロンになって、はい、どれが一番今のところお気に入りですか？個人的にはファントム100です。100、はい、あ、なんかすごい色だな。やっぱりどこら辺が気に入ってますか？色、まあ、確かに色が一番気に入ってます色、X98 ツアーよりも色好きですか？色はこっちのが好きです。なんかこれカメラでわかるかな、この色の違い。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。この感じと、これがファントムと X2O。 だいぶやっぱマットと、はい、だいぶ違いますね。個人的に性能で好みはこっちの方が好きです、はい、でも色が、色はこっちの方が好きです、うん。面100のファントムで、面98のツアー、 X98 ツアーですけど、じゃあ関口さん的にはファントムの方が普通にちょっときつかったりするんですか？性能的にどう？俺はこっちの方が断然私はやりやすいんですけど、はい、ストロークはこっちの方が、はい、あの全然当て方なのかもしれないですけど、私の個人的な打ち方としてはこっちが飛ぶんで全然、うん、パワーの出方がこっちの方が違うかな、ま、PVS とザイロンでまた、あ、違う、テキストリームと、あ、それ入ってるんでしたっけ？こっちって入ってますよ、全部入って、テキストリームも全部盛りになったんでしたっけ？で、中も中身が詰まってる、フォーム入ってるし、はい、3本だし、はい、そっかそっか、フレームの厚みも 25mm ある、まあ、そうですよね、はい、いやはや、いやはや、